和樹の本屋さんへようこそ。本日も本一冊を読むかのような情報量の多い動画を投稿していきます。本日のテーマは YouTuber は夢のある仕事です。1年半毎日投稿を続けた YouTuber の収益を大公開というお話をします。あなたは YouTuber ってすごい稼げるんだよとか、夢のある仕事なんだよなんて話聞いたことありませんか？ヒカキンとかはじめしゃちょーとかもうすごい人たちがねいて、今は小学生のなりたい職業ナンバーワンになるぐらいとても人気のある職業なんですね。でも実際は結構難しいという声も結構ちらほら聞こえてきますよね。ということで今回は、僕の収益を公開した後どうすれば収益を得られるのかというですね、ロジカルに具体的に数字を使って説明していきます。これを理解すれば誰だって収益を得られる方法というのがわかります。そして YouTuber というのは本当にみんながみんなやるべき仕事なんですね。じゃあなぜそれをすべきなのか、何を得られるのかということをですね、お金以外にもたくさんありますので、ぜひそちらを参考に始めてみていただければと思います。僕は普段このようなあなたの人生に役立つ情報ですとか、あなたの背中を押すような動画を毎日投稿しています。見逃さないよう今のうちにチャンネル登録をぜひお願いします。というわけで本題、収益を具体的に得られる方法というのをですね、説明していきます。の前に僕の収益公開ですよね。今のところ510日連続566動画を投稿しています。まあとんでもない労力ですよね。これだけ上げたんだから、まあ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 これはね。というわけで収益公開、僕が今月 YouTube で稼げた金額はゼロです。ゼロです。チーンだよね。いやとんでもないブラック企業ですよ。1日8時間ぐらいかかったとして、まあ、500日ですもんね。だいたい4000時間ぐらいただ働きってことですからね。だからこそもう YouTube っていうのは稼げないのか思いがちなんですが、別にそうではないんですね。まあ、僕のセンスが悪すぎるっていうのもあるんですが、とは言ってもですね、実は僕、収益化の目処が立ってるんですね。YouTube の収益ができるラインというのがありまして、それが再生時間が4000時間以上、プラス1000人以上のチャンネル登録者数なんですが、先日、ぼったくりバー撃退法という動画がバズりまして、4000時間は軽々と超えたんですね。ただ、チャンネル登録者数1000人ですよね。今930人ぐらいでして、毎月30人から60人ぐらいずつ増えているので、まあ、4月には収益化ができるだろうっていう感じなんですね。とは言ってもですよ、それだけ聞くと、4000時間以上ただ働き？そんなんしんどくて無理だよって思うじゃないですか。いや、その間アルバイトしてたらもっと稼げるよって思うかもしれませんが、甘いです。目先のお金だけにとらわれていたらそれはもっと割のいい仕事はありますが、 YouTube というのはものすごいメリットを得られるんですね。まあ、それは後半にお話ししますが、まずですね、収益化の方法ということで、もしこれから YouTube を始めたいであるとか、まあ、始めてるけどまだ収益化なってないなっていう方はですね、ぜひ10分の動画を100本上げるということを目指していただければと思います。これどういう意味かというと、4000時間の視聴時間が必要ですということは、つまり24万分ですよね。ってことは、100本の動画を上げれば、だいたい視聴維持率というのは 40% が平均ですので、まあ、4分は見られると。そして、その100本の動画がそれぞれ600再生ぐらいいけば、まあ、24万分いきますよっていう計算なんですね。まあ、それでも600再生ってしんどいなっていう方もいらっしゃると思います。ぶっちゃけ僕の動画の再生数も50から100ぐらいが多いので、いや、1動画につき200再生ぐらいしかいけないんじゃないかなという方はですね、まあ、300本上げていただければと思います。もちろん、その中で僕のように、なんかやたらと伸びる動画っていうのがポン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 と増えてくるので、実際に100本上げなきゃいけない、300本上げなきゃいけないっていうわけではないんですが、一つの目安として、それを目指して行動していただければと思います。とはいっても、一から動画編集であるとか、企画であるとか、こういった喋りを勉強して練習してってことをやると、結構時間かかるんですね。最初の100本は本当捨て動画みたいな、練習動画ぐらいの話になってしまうので、これ一気に伸ばす方法があるんですね。そう、動画を外注するってことですね。実際僕は今動画編集を受ける側でやってるんですけども、最初の動画見るともう画質は悪いわ、 BGM 入ってないわ、効果音も入っていないわ、テロップもよくわかんない、ふわーんってなんか消えるような、まあフリーのやつだったんでしゃあないんですけども、結構見るのもしんどいなっていうような画質なんですよね。それこそヒカキンさんとかラファエルさんとかヒカルさんというですね、やっぱクオリティの高い方が多くの人っていうのは基準になってますから、そのレベルに自分たちも合わせていかなきゃいけないんですよね。なので動画編集はおすすめです。ちなみに僕は芸能人であるとかいろんな有名な人の編集も携わっているので、結構腕に自信はありますので、動画編集してほしいなという方は Twitter から DM ください。まあ、先手を忘れておき、やはり YouTube って自営業なんですよね。それこそ起業であるとか副業もそうですけども、もし YouTube だけで1本で食べようとしたら早くて2年はかかります。
まあ、普通にかかって 4,5 年、最長でも10年はかかるって考えておいた方がいいです。いや、そんなかかるのしんどくねって思うかもしれませんが、例えばあなたが中学時代ね、全然何も部活やってなくて、高校時代に本当に甲子園とか1、2位争う野球部に入ったとしますよね。そこで一生懸命練習したとして、数ヶ月そこらでレギュラーになれるかっていう話なんですよね。どう考えたってなれないじゃないですか。っていうことと同じなんですよね。それこそ甲子園で1、2位争う、はじめ社長とかヒカキンとかがいる中で、動画編集したことない、YouTube 上げたことない、こういった喋ったことないって人が、ゼロから始めるって、そりゃ時間はかかります。それが当たり前です。でも、お金を稼いだりとか、影響力をつけたりっていうメリットがあるので、絶対にやるべきなんですよね。なので、まあ、1本、2本上げて、上がんねえよって言ってやめてしまう方が多いんですが、ぜひ長期的な目線で、動画を投稿していただければと思います。そして、収益を得る方法、2つ目が行動継続改善です。まあ、さっき言ったのとちょっと被るところあるんですけど、結局どんなにいいアイデアがあったとしても、それをアクションを起こして形にしないとみんなに見られないですよね。収益にならないですよね。そして継続、1本2本上げてやめてしまったら、そりゃお金にもなりませんよ。そして改善ですね。同じことを続けていけばいいわけじゃない。どうやれば良くなるのかとかってことですね。アナリティクスを見て分析して、より良い方法というのを改善していくということがとても大切になります。さらにね、そこに運要素とかも含まれてくるので、運はもうどうしようもないので、それは置いといて、行動継続改善というのをですね、心がけていただければと思います。とは言っても逆に伸びるまでに時間はかけた方がいいんですね。だって一発屋芸人を見てくださいよ。実力はないのに何かの拍子でパーンと伸びると。でも実際腕はなくてトークスキルとか全然ないから、結局引っ張りだこにされたはいいけども、すぐに消えてしまうっていうことなんですね。逆に例えば千鳥とかはもう地元のローカル番組でずっとロケとかをして、もう実力が完全にガツンってハマった状態で東京進出して全国に広がったわけですよね。とにかく明るい安村と千鳥って全然面白さ違うじゃないですか。なので徐々に徐々にね、まあ、編集能力もそうですし、まあ、企画力というのもですね、つけていっていただければと思います。とはいっても義務的にやっていくとやっぱしんどいですから、まずは楽しむという感覚で続けてみていただければと思います。そして収益化の方法3つ目が規約を守るというです。まあ、これ結構当たり前の話なんですけどね。それこそ日本で生きてるのであれば、日本の法律を守らなければいけないように、YouTube というプラットフォームを使うのであれば、YouTube の規約を守らなきゃいけないんですね。例えば音楽もそうですね。アニメとか画像とかの盗用っていうのも、どん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 厳しくなってきます。具体的には収益化に関して言えば、エンタメ系とか収益がどんどん下がってきてるなんてことを聞きますので、まあ、もちろんお金が全てではないですけども、アダルトコンテンツであるとか、暴力系の動画っていうのは、出したらアカウント凍結になることもありますので、今後長期的にやっていくのでしたら、そういったリスクというのは避けていただければと思います。以上3つですね。10分の動画を100本は上げよう、行動継続改善、規約を守るということを意識すれば収益化することも可能なんですね。とは言っても1年間半投稿し続けて収益化のないお前に言われても夢なんてねえよって思うかもしれませんが、ぶっちゃけ YouTube はぜひ皆さんやっていただきたいんですね。もちろん時間であるとかお金っていうリスクはありますけども、そのリスクを取ってまでやるべきことなんですね。なぜかというと、これからの時代というのはもうすごい激動の時代なんですね。終身雇用が崩壊して、物はどんどん豊かになっていくけど、お金は少なくなるとなり、10年後20年後会社残ってるかわからないっていうぐらついた時代なんですね。それこそ GoPro とかそうじゃないですか。一瞬一世を風靡したと思ったらもうすぐ傾くであるとか、日本でも大手企業っていうのがどんどん傾いてますよね。トヨタもカーシェアリングとかが広まったら縮小せざるを得ないですしね。なので一人一人が稼げる力っていうのを身につけておく必要があるんです。つまりリスクヘッジってことですね。そしてもし YouTube で稼げなかったとしてもですね、YouTube というのはまず最強の学びのツールになるんですね。例えばあなたが学んだことを記憶に一番刻み込む方法って何かご存知ですか？そう、アウトプットなんですね。それこそ参考書読んだだけじゃ頭入んないけど、問題を解くことによって頭に刻まれるじゃないですか。これから転職であるとか、まあ、自営とかいろんな選択肢ありますけども、何かあなたがやろうとした時に技術であるとか情報というのはアウトプットしてより磨かれるですね。なおかつですね、ネタを探すためにより深い情報、詳しい情報、いろんな情報を調べようとするので、より自分の知識が深掘りされて、あなたの会社の中でもより飛び抜けた存在となれるんですね。そう、結局学び続けないと人間っていうのはね、どんどん廃れていってしまうんですよね。仕事できないくせに、こっちが仕事してると急に横から口出ししてくるおじさんとかいるじゃないですか。あんな感じになっちゃうんですよ。人生は一生勉強が必要ですけども、それをもしかしたらお金にできるかもしれない、もしかしたら人の役に立てるかもしれないというのが
YouTube なんですね。なので半強制的に自分が学ぶようにするためにもぜひ YouTube を始めていただきたいんです。そして YouTube をやるべき理由2つ目が影響力が広がるということですね。もしあなたの会社が突然潰れてしまって明日からもう仕事ないです、給料ないですってなった場合、何かそこから一から自営業でやるとか副業を始めるのってもう大変ですよね。時間かかりますよね。さっき言った、まあ、2年から4年とかかかるわけですよ。でももしですよ、すでに YouTube を始めていてあなたにある程度のチャンネル登録者数であるとかフォロワーというのがいたら、そこから何かを作ることができるんですね。企業にしても副業にしてもです。こういうことをやろうと思ってるんですけども、何か手伝ってくれる人とか力を貸してくれる人いませんかと言ったらですね、例えば1000人なり1万人なり10万人なりのフォロワーというのがあなたを助けてくれることがあるんですね。まあ10万いたらもう怖いもんないですし、100万いたら最強ですよね。それこそ西野明弘さんとか国内最大のオンラインサロンを持ってますけども、サロンメンバーにない職業がないみたいな感じですよ。それで一緒にコラボをして自分で起業するのもありだし、何かしらお仕事をもらうことだってできるわけですね。さらにですよ、1万人とか2万人というチャンネル登録者数がいたら、もう出版であるとか企業案件であるとかイベントに呼ばれたりってこともありますので、もう夢のある仕事というかあなたが今までできなかったことができるようになるきっかけになりますので、ぜひとも頑張っていただきたいんですね。そして YouTube をやるべき理由3つ目が、まあお金ですね。いやお前稼いでないやんって話ですけども、ぶっちゃけ僕この YouTube を通して動画編集技術を学んだので動画編集業で稼げてるんですね。以前動画編集は稼ぐには最強だみたいな動画を上げたんですが、普通に会社行かずに在宅で生活できるんですよね。会社行くのだりとか上司がとか満員電車振動とかなく、いいでだらとかしながらでもちゃんとしたものが作る技術があればお金をもらうことができますので、もしあなたの会社が何か傾いたりとか、もう会社クビになったとかね、そういったリスクヘッジのために副業というのは今から始めていただきたいんですね。そしてその動画編集の副業スキルも身につきながら自分の発信力も増える YouTuber というのはもう最強なんですよね。ぜひやるべきなんですよね。まあ実際僕がなんでここまで来れたかっていうと、そんないい学歴でもないし、社会にも馴染めなくて、あんまり履歴書も綺麗じゃないし、ぶっちゃけ YouTube で食っていかないと俺死んじゃうなって思ったんで、コミットしてまあ頑張ってたんですが、これから YouTube 産業っていうのもどんどん伸びていきますので、今のうちから、早いうちから、タイミングってめちゃくちゃ大事ですので、ぜひ始めていただければと思います。以上3つですね。YouTube というのは最強の学びのツールであり、影響力が広がり、お金も稼げるという最強の職業ですので、もしこれからの人生を良くしたいであるとか、リスクをなるべく軽減したいというですね、真剣に将来を考えている方は少しでもいいので始めてみていただければと思います。まあ、あとは言ってもね、難しいと動画編集とかできないし、原稿も書けないという方はですね、動画編集もできますし、僕は原稿も書きますので、Twitter から DM いただければと思います。まあ、伊達に500本動画上げてないですから、まあ、任せていただければと思います。今日の動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。まあ、とは言ってもね、やっぱそれでも 95% ぐらいの人は行動しないんですよ。なかなかスタート切れない、大事だなというのはなんとなく分かってるけども、ピンチにならないと人って基本的に動かないんですよね。まあ、とは言っても僕らは人間ですから、先を見据えて行動するということがとても大切なんですよね。まあ、YouTube よりも影響力が得られてお金も稼げて割のいい仕事があるっていうなら、まあ、そっちもいいかもしれないですけどね。普通に不動産投資やるとかね、ぜひですね、あなたの人生をより良くするために挑戦していただければと思います。以上、かずきでした。